大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。では早速やってまいりましょう。2018年年末タッグリーグ18日目ですね。今日は5試合、前田アンドレ組対アニマルウォーリアージョニーエース組ですね。大丈夫、行きましょう。はい、試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスチーム版、PC 版で、コンピューターの同士のロジック対戦に実況をつけて遊んでいる動画です。各団体ファイアープロレス、違う、何言ってんねん。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズのオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。ということで、まあね、前回ちょっとお話しした通り17日目、ついに、やってしまいまして、セーブデータを全部消してしまうという、やってはならないことが起きたんですけど、まだでもファイプロはできるということで、ファイプロができる以上は続けるということをやっております。試合の点数表が見れないということになりましたが、それはまた手作りのね、星取り表を最後に皆さんで、見ながら、今後の予想なんかを楽しんでいただけたらと思うんですけども、現在これ戦っているのが B ブロック、前田アンドレ組が15点ですね。でアニマルエース組が20点という対戦になっております。B ブロックの方については、オーガンハンセン組も20点、でアニマルエース組がね、ここね、アニマルエース組今まで負けなしなんですよね。で前田アンドレ組も1敗してるんですけども、この辺はね4試合、これが5試合目になるんですね。すでに6試合やってるチームもありますので、この辺はねちょっと何て言うんですか、うまく進行の試合数が均等にいってないのはお許しいただけたらと思いながらですけどね。ちょっとだからまあその辺で差がありますけども、ここまで負けなしということは、アニマルエース組がいかに強いかと、最強を誇ると思われてた前田アンドレ組も、1敗しています。前田アンドレ組はね、ホーガンハンセン組に、負けてるんですよね。ホーガンハンセン組が現在20点なんですけども、5試合経過しているので、アニマルエース組がこれ勝てば単独トップ、前田アンドレ組が勝てば、並ぶと、20点が3チームということになるわけですね。いやー、そうですね、やっぱりD ブロック、これは B ブロックなんですけどね、 D ブロックのアンドレ・ババ組が異様に強い、これを収録しているのが12月の17日なんですけども、この時点で、あまりにも強いから反則なのではないかというコメントもちらほら、僕も書いたりしてるんですけどね。ということはですよ、ふと思ったのは、このババとアンドレが強い理由ははっきりしてますよね。ジャイアント属性ですよね。レスラーの、そのスキルでつけれる中に、ノーマルとかあるんです。ノーマルやったっけ、なんか普通のがあるんですけども、そこにジャイアントというのがありまして、返し技をかなりの確率で技を返す、だから技を食らわないですよね。こっちがかける技は食らうのに、向こうがかけてくる技は食らわないというかなり有利なスキルなんですよね。ただまあエディットポイントを180以内というルールには従っているので、別に反則ではまあないんですね。ただそうなると、じゃあ同じジャイアント同士が戦えばどうなるか、縦矛理論ですよね。最強の盾だと言ってるものと最強の矛、その2つを戦わせたらどっちかがでも勝つということになるはずです。なのでこの2人に対抗できる
ジャイアント級のレスラーを作ればいいんじゃないかということは一応僕の頭のどこかにはあるんです。ただこのワールドマニアックレスラーズのコンセプトに合う巨大巨人レスラーが誰がいるんだろうなというのが、僕の中で未だに思い浮かばないところです。いやまあね、いつも言う通り、アンドレとかよりも背が高い巨人レスラーはいたんですけども、それは何か僕の中でちょっと好きじゃないねと思ったらもうそれで終わりなんですよね。だからそうなると誰にしたらいいかな。逆に今活躍してる浜選手とかね、浜亮太とかね、あれがただね、多分 L サイズじゃないと、じゃあ G サイズじゃないとダメなんですよ。 L のもう一個上ですよね。とにかく身長が高くないと、多分過去に何度かそのジャイアント属性を M サイズぐらいのレスラーに、持たせたことがあって、でそれで技を食らわないというのをしようと再現しようとしたんですけども、うまくいかなかったんですね。結局技食らってしまうんですよ。だから多分その G サイズにしないと多分いけないんじゃないかなと思ってるんですよね。それを考えると横に大きいレスラー、まあ、うちにはヒースタック・カルホンとかいますけども、ああいうタイプじゃなくて縦に大きいレスラーじゃないとこのアンドレに対抗できない。ちょっとそのアンドレ、ちょっと待ってください、今スタミナ切れを起こしてますね。このジャイアント属性の特徴はここなんですね。スタミナ切れを起こしやすい。ただスタミナ切れを起こしたからといって組んでしまえば結局技を返してしまうんですよね。ここがキーポイントになると思うんですね。打撃系の強いレスラーだったら無造作にダメージを与えることができるんですけども、そういうわけでもないということなんですよね。その辺はまたよかったら、僕が気に入ればやります。気に入らなかったらごめんなさいしますけども、大巨人といえばこのレスラーを忘れじゃないですかっていうのが誰かいたらまた教えてください。最近他力本願ばかりですね。というかもうあれでしょう、愚痴じゃないですけども、僕より詳しい人がいっぱい集まってきて本当にありがたいことですけどあんまりこう最近プロレスのことを語るのがちょっと恥ずかしくなりつつあるんですけどね。まあまあ皆さん優しくて、あれはこういう裏話があったようですねという補足をしてくださるので、大変助かっております。そういうのはどんどん受け付けております。この間は前日の、ジミースヌーカブルザーブロディのとザ・ファンクスの試合に、ハンセンが乱入したという今日は何の日シリーズでね、でこの、なんだバックに流れるのはこういうことですよねと、引き抜きの兼ね合いから、ハンセンが来たけどもファンクスの方に人気があるから、ファンクスの方にこうどんどん仕向けていったとかっていうバックボーンを書いていただいてね、いや本当にありがたい、勉強になります。まず言うのはね、で、まあ、勉強になるというつながりでちょっと話を余談ばっかりであれですけども、1.4 の証言っていう本が出たみたいですね。まあ、これ収録してるのが12月の17日、さっきも言いましたっけね、なんですけども、いわゆる小川橋本戦ですね、橋本小川戦、での時に何が行われたのかというのを、まあ、各関係者が証言する、それを一冊の本にまとめたというやつなんですけども、試合の方に集中しましょう。その話は覚えてたらやります。ちょっと読みたいなと思ってます。以上丸、はい、UWF の証言もね、結局あれから買ってないんで僕としてはそっちを先読まないといけないんですけど、なんせ
お金にあんまり余裕がないということで買えないんですね。さあ、まあまあそんなしみったらな話はどうでもよく、試合時間が19分経過、エースと前田が主導権というか、あ、ここでアニマルに変わりました。アンドレは多分もうスタミナ切れなどでちょっと出るのが難しくなってきたとなると、タッチできる赤コーナーの方がこうなると有利、前田がキーポイントとなるか。さあアンドレが、あ、ジョリエスに捕まる。お、アニマルエース組がここで勝てば A ブロック単独トップになるはず。ん、あ、違う、 B ブロックや、すいません。さあアニマルが前田を攻め立てます。おお、キャプチュードが出た。これが出ると前田としてはいい展開、嬉しいで攻めますが、ここはジョニーエースがカット、アンドレがそこにカバーに切って、2階からのヘッドバット。さあここでアニマルがアンドレを捕まえますが、前田を捕獲して赤コーナー連れていく。これは赤コーナーとしてはかなり有利。さあ走って、おお、タックル。さあ前田がローンバトルが続いている。これをアンドレにタッチはいかれへんやろうな多分。さあアンドレ2つ、あ、アニマルが走ってフライングラリアットからの逆エビ固め、どうだ、あー、決まった。前田がやっぱりやかということで、アニマルエース組がなんと無敗を守って5連勝です。素晴らしいな。前田アンドレ組優勝に近いと思われてたところが、負けちゃったということになりますね。はい、試合時間22分9秒逆エビ固めでアニマルウォーリアーが前田明からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 90% ですね。はい、では次の試合に行きましょう。C ブロックの方がタイガーダイナマイトキッド組、タイガーマスクダイナマイトキッド組と、忍びマイク・ベイリー組ですね。C ブロック。はい、じゃあ行きましょう。本日の2試合目です。ちょっと黙りますね。ごめんなさい。ファイト。はい、ということで、スタイガー・キッド組が現在15点。忍びベイリー、マイク・ベイリー組も15点で、15点対決なんですね。でこの D ブロックが今ちょっと皆さんにはお見せできていないですけども、星取り表が、トップがババアンドレ組が30点、三沢丸藤組が20点、その後に続く15点ですので、この両方チーム負けた方がもう確実に決勝トーナメントの道が閉ざされると言っても過言ではないでしょう。あ、じゃあこれ C ブロックや、ごめんなさい、間違った、すいませんね、ドタバタした、今のはなかったことにしましょう。 C ブロックは、あ、そうか、混戦なんですね。まあでもそうですよね、ブッチャー新組だけが20点で、トップを走ってますが、あと15点で4チームぐらいが多分並んでると、この辺から振り落としにかかる。まあただね、この2チームとも、動きが早い4人のレスラーが集まってますので、ちょっと読めないですね。長引いて引き分けとかもあるかな。鍵を握るのはやっぱり忍びの大釜攻撃での流血ですね。赤コーナー、左側のコーナー、あ、青コーナーか、青コーナー、タイガー組の方は流血させられて苦しくなる可能性がある。あとはこの忍びマイク・メイリー組名物の、誤爆が見れるかですね。まあこの今回のシリーズタッグリーグの中でも、かなり古くから活躍するタッグチーム、以前、IBO この WMW という団体で、のベルトですね、 IBO
というベルトがあるんですけど、そのタッグを巻いてたチームですから、実績は昔から高かった、評価も高かったんですね。ただ今回はちょっと苦戦中ということになります。で、まあその活躍した歴史の中で、誤爆が多いんですよね、とにかくね。ここで決めるぞって言ったところを相手のレスラーを相棒がパートナーが、動かしてしまうとか、違う技をかけてしまうとか、それで自爆してしまうとか、そういうことが多々あると。さあこの辺はマイク・ベイリーがタイガーマスクをうならせたというか黙らせた感じの攻撃をちゃんとしてますね。さあこの対戦になるとキッドのパワーにどう対応できるか。いやーマイク・ベイリーの方が絶好調。今タッチに行こうとしましたが思いとどまったというところか。ということはそうですね、これで忍びの方が回復完了みたいな感じでしょうかね。さあ2プラトン、おお、カッター攻撃を決めて、おお、これはいい連携ですね。ちゃんとねマイク・ベイリーが今邪魔するかと思いましたが、おカウント 2.9。 試合時間まだ、7分ですが、赤コーナーの方が調子がいいというかダメージを、おお、ダイナマイトキットに、もうダイナマイトキットガーですね、早くもタッチ。さあタイガーが出てきましたよ。タイガーと忍び、これは流血、忍びがタイガーを寝かすことができるかどうか。この辺はおー早い、素早い攻防がいいですね。さあ打撃合戦ミドル、おーこれでダイビングニードロップ、ダイビングダブルニードロップですね。これで忍びがちょっとダメージが、今ミドルキック2連発、そして青コーナーでそのままスーパーダイビングヘッドバットを、おもう一発、今度はムーンサルト。これは忍びちょっと苦しくなったんじゃないでしょうか。これをタイガーマスクが逃がさないわけにいかないか。さあ電光石火に丸め込んでいって、いやしかしまだ忍びが帰れない、やっと帰れる。さあマイク・ベイリーにタッチで、マイク・ベイリーが先ほどの展開でいくとタイガーに打ち勝って、蹴り勝ってたと言ったんですね、蹴り勝っていました。さあ今度はタイガーの番ということになるか。いやマイク・ベイリーの足はまだ止まらないというところか。ニードロップをまだ落とす。さあバックに回りますが、バックの取り合い、これはタイガーが勝つ。さあサマートルトドロップで、おお、タイガーネックチャンスリードロップでしたっけ、そんな技ですよね。タイガーネックチャンスリーでしたっけ、ドロップまでいらなかったですね。さあここどうなる、マイク・ベイリーがタイガーを転がしてから、さあ忍びとの連携を見せた後ですが、ここはタイガーが勝つ。カバーに行きますが、これはブレイクになりますね。さあこの辺2プラトンがの何かが出るか。マイク・ベイリーが丸め込みましたね。カウント2ですが、キッドに襲いかかりますが、試合権利があるのはタイガーマスクとマイク・ベイリーで、ダイビング、ボディープレス、そうか、ダイビングボディープレスとムーンサルトとニードロップ、トップロープからの攻撃はだいたい2-2なことが多いんですよね。全部で枠が4つあるんで。アルティメイボンが出るか。いや、これは、おお、ジャンピングしての円錐切りですかね、今のね。それか2ですね。おお、タイガーが 2.9 追い詰められたぞ。試合権利があるのはマイク・ベイリーとタイガーマスク。足を捉えたが、ギブアップ、まだ大丈夫。試合時間は、13分。まだ試合時間はありますね。さあダイナマイトキットを場外に出して、マイク・ベイリーが丸め込んで、どうだ、うわー、カウント 2.9。 今忍びが首切りポーズしてかっこよかったんですけどね、決まらなかったと。さあアルティムウェポンですね、空中回転、うわー決めたー。いやータイガーがここで負ける。
なかなかタイガー負けなかったのに、タイガーが3つ取られるって、3つじゃない、ギブアップするシーンってかなり珍しいような気がします。試合時間14分14秒、裏足4の字固めでマイク・ベイリーがタイガーマスクからギブアップを奪った試合でした。これは大きな1勝になるでしょう。タイガーマスクダイナマイトキッド組としてはかなり痛い一敗ですね。試合評価は 77% でした。はい、では次の試合に行きましょう。デイブロック、これこそ今度はカレリン、大丈夫ですね、カレリンと人生ですね、人生ハヤブサ組、人生ハヤブサ組が残念ながら現在まだ0点、カレリン、ゲイリー・オブライト組、アレキサンダー・カレリン、ゲイリー・オブライト組が現在5点です。では行きましょう。前回もね、今回から見ていただいている方がもしかしたらおられるかもしれないんで、前回起こったことを、リーグ戦のセーブデータを誤って、消してしまいました。で、何が起こったかと言いますと、前回まで16日間かけて80試合失礼行っていたデータが、全部消えました。そこでもう一回、リーグ戦を組み直して、現在再開しているということで、ご理解いただけたらと思います。ごめんなさい、ちょっと黙りますね。ということで、これがカレリンがいるからデイブロックですね。デイブロックはババアンドレのブロックと言ってもいいぐらいですよね。あとは三沢丸藤がまだ無敗なので、カレリン、オブライト組、青コーナーですね、左側と、人生ハヤブサ組、5点と0点ですから、まあもうこの2組はちょっと優勝、決勝トーナメントへの出場はかなり厳しいという状態ですよね。カレリン、オブライト組は当たれば強いけども、トータル的に見て厳しいかなと思ってたんですけども、人生ハヤブサ組はそこそこいけると僕は思ってたんですけど、ここまで苦戦するとは、全く思いませんでしたね。ちょっと驚きなぐらいです。まあもちろん何らかの理由があるんでしょうけど、なんやろうな、でも思いつかないんですよね、いろいろ。ハヤブサなんてだってシングルで最初に再現した時、出来上がったって言ってテストマッチをした時、うわやばい、これハヤブサめちゃめちゃ強いやんって思ってたことがあるんですね。で、人生もそんなに弱いと思ったことはないんですよね。この2人は負けるというか、タッグになるとこんなに弱いのか。もちろんその、タッグで組んだ時に協力する度合いとかタッチワークとかっていうロジックは一応あるんですけども、かなりシンプルなね、 100% 0から100% のロジックがあるんですけども、それが別にめちゃめちゃ低いっていうことはないはずなんですよね。意図的に低くしたことはないんですけども、飛び技の関係かな、この2人とも飛び技が得意なんですけど、タッグになるとそれがかなり制限されるんかなと思ったりもするんですけど、まあ残りまだね4試合ほどあるんで、それを全部勝っても20点なんですよ。だから現在トップ走るババアンドレ組にはもう残り全勝しても人生ハヤブサ組は追いつけない。
カレリン・オブライト組も、1勝3敗という状況で、ですね。まあ、カレリンはね、以前なんかでひょこっと再現したんですけど、それ以降シリーズに登場するのは多分初めてなんですね。ちょっとテスト的になんか再現して、あまりテストマッチをしていないというのが現状です。ただまあ今回シリーズに参加するからということで慌てて調整はしたんですけども、その時はまあまあシングルですからね、シングルではそこそこ戦えるレスラーにはしたんですけど、やっぱりタッグとなると難しいというところでしょうかね。さあ、そうですねっていう。はい、では、毎度おなじみプロレス今日は何の日のコーナーをやっておきましょう。本日は12月の、18日、 YouTube にこの動画を上げたのが、12月18日のはずですので 12.18 ですね。1991年新日本プロレスです。長谷博士と新タイガージェットシンが巌流島決戦と、巌流島ね、翌年 1.4 での猪木とのシングル戦をかけて長谷と新が巌流島で決闘。立ち合い人は巌流島経験者のマサ斎藤。狂気攻撃や不意打ちなどの血みどろの戦いは1時間11分24秒で長谷が勝利と。これでその翌年ですか、1992年に長谷が、猪木とシングルをやるという流れなのでしょうね。ただやっぱりすごいもので、2番煎じはやっぱりそれほど話題にならない、よく言うことですけども、日本で1番の山は富士山ってわかるけど、2番目の山はあまり名前を覚えていない人が多いとかね、そういうことなんでしょう。巌流島決戦といえばやっぱり、猪木とマサ斎藤というイメージがどうしてもありますからね。3番目あるんですけど、その存在ですら僕は知りません。いや、なんかどっかで誰かがやったような気がするな、巌流島を。記録にもあんまり残ってないように。はい、というわけで本日12月18日は、長谷博士、 12.18 ですね、は長谷博士とタイガー・ジェットシンが巌流島決戦を行った日ということでした。さあ、試合の方に集中していきましょう。さあ、カレリンズリフトがちょっと出てきたということは、赤コーナーのダメージが色濃くなってきたということ。力技ですね、こういう。カレリンは、プロレスの経験は、前田とリングスで戦った、しかもまあそれもリングスですからね、一応は格闘技路線って言ったらいいんですかね。リングスも半分ガチで半分あれ人生頑張れ、これが各チームが未だに0点の理由なのか。まあ多分今のは人生が、多分体力が低下してるから回復に集中するために、コーナーから出てこれなかったんですけども、スピニングチョーク、この格ファイプロ団体 WMW では珍しい技ですよね。総合系のパラメーターを持つ技なのであんまり持たせていません。うおー、カレンズリフトが連打、もう一発いくか、さすがにもう2発止まりか。さあ、これでハヤブサのダメージが分からなくなってきました。スピンキックでもう一発いくか。おお、今のいいですね、振り返ったところに顔面、川田がやるような感じの、いいですね。これでカレリンのダメージがどうなったか。しかしカレリンもパワーの差を見つけつけるマフラーホールドですね。これもこの団体では珍しい技ですよね。さあ、試合権利があるのはカレリンとハヤブサ。ハヤブサが、おお、これを持ち上げる。お、これはカレリンがあまり得意としない空中技で飛びついて丸め込んだぞ。カットが
が間に合う。間に合った。さあ、オーナーとしては、ここまで勝ち星のない人生はやぶさ組にちょっと頑張ってほしいと思いますが、彼にの猛攻を耐え切ることができるのか。人生がフラフラ状態。さあ、バックを取ってドラゴンスープレックスでどうだ。人生が動けない。オブライトが行く。さあ、これでカレリンの呼吸が整えばハヤブサがかなりピンチ。人生は多分ちょっと動けない状態になったか。カレリンズリフト。さあ、もう一丁行く。いやー、バック取ってジャーマン。さあ、ハヤブサはもうこれで虫の息になったか。人生とタッチをすることができるのか。試合時間はまだあるぞ。この今朝固めで決まる可能性もある。いや、人生がまだ頑張る。これは入り乱れてきましたが、お、人生が捕まるか捕まえるか。おお、フェイスクラッシャーでハヤブサがエプロンからニールキック。いいですね。おお、ここで人生とタッチ。さあ、人生が、うわあ、捕まる。20分経過の声とともにカレリンズリフト。もう一発。さあ、3発目までいくか。いやー、いかない。これが3連発、最大3連発決まるんですけどね。さあ、人生が投げて、投げ、ああ、これはどうだ。これは決まるかもしれない。おおしやったついに鳴り響く鐘の音。素晴らしい。彼らには申し訳ないですけども、いやー、よかったね人生。これで、初白星ということですよね。試合時間20分39秒、クロスアームキャメルクラッチで新崎人生が、アレキサンダーカレリンからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 85% ですね。はい。まあ、消化試合と言ってしまったら、ね、ダメです。ダメですね。何もないです。じゃあ次行きましょう。A ブロックはザック吉田つぐみ対、これですね、石川修司スワマ組。ザック吉田つぐみが現在20点絶好調ですね。石川スワマ組が5点ということで苦戦していると。はい、では行きましょう。ちょっと黙りますね。ファイト。はい、この A ブロックの方は、佐々木西岡組が25点でトップを走っておりますが、それを、タイガー丸藤組が20点で追いかける。ザック吉田つぐみも20点で追いかけているということですね。このザック吉田つぐみが今日だから勝てば、かなり有利ということで、ザック吉田つぐみが残り3試合、この試合も含め3試合、同じ20点のタイガー丸藤組も残り3試合、全く同じ条件ですね。タイガー丸藤組とザック吉達組が当たっていないということですね。だ、佐々木西岡組が、現在25点なんですけども、残り2試合だから、まあ負けたとして、残り2試合を負けてしまうと佐々木西岡組も危ないと。まあ、この3チームにだんだん、まあ、絞られてきたということで、石川スワマ組がね、くそ、1勝3敗とちょっと振るわないですね。まあ、残りでも4試合残ってますから、全部勝って25点か。厳しいな。そう、石川スワマ組強いと思ったんですけどね。まあ、でも、あの、今日、ババアンドレ組の話をちょっとねしてて、巨人ジャイアント属性を持たせる持たせないで、この、スワマと石川も L サイズにしてるんですけども、この2人ではやっぱりちょっとないんですよね。この2人がジャイアントではないっていうのはありますよね。もちろんジャイアントにすると、パラメーター、技のなんていうんですかね、スタミナの使い具合が
ほとんどがでなんですよね。この話ややこしいかな。まあパイプロをやったことある方だとわかると思います。要は突き蹴り投げ関節締め、まあそういうパラメーターがいろいろ各レスラーに振り分けられるわけなんですけども、その相性って言ったらいいかな、その相性が、A に ABC で E まであって、 A に近い方が相性が良くて、そのパラメーターの技を出してもスタミナが減りにくいという考え方ですよね。だからジャイアントは D が多いということはスタミナを消費しやすい、ラフだけですね A は。だからジャイアントでラフを使うレスラーはスタミナも消費しないし技を食らわないしという、もういいとこ取りになってしまう。ただまあそれは架空レスラーを作るとかいう時のことなので、実在するレスラーをそれで再現しようとするとなると、当然そのレスラーが使わないような技を装備させないといけないということが生まれてくるからできない。この辺が僕個人的に思う、実在系団体運営をする、運営ということだよ、をする、まあ、面白みだと僕は思うんです。架空レスラーの場合はそれが自分の好きなレスラーをの技を好きな技を、どんな理由でもつけれますからね。だから先ほど言ったジャイアントでラフ系の技が多いっていうレスラーを想像してしまって作れば、技を食らわない、スタミナも減りにくいというレスラーが出来上がってしまうんですね。その辺が、架空レスラー団体と実在レスラー団体の、まあ、違いといえば違いというのは思ったりもします。はい、まあ、そんなことはそんなザレ事は捨てておき、ザック組が20点、まあ当然ザック吉達組が強いのはザックの関節によるところというのは大いにありうるでしょうね。かといってこの石川諏訪間組がそんなに関節技を出さないわけでもないんですけどね、やっぱりパワーだけでは勝てれへんっていうことですかね。お、それでもザックを、逆にこれザック大物食いをしてほしいですけどね。そうなったら石川諏訪間組は一応今年の優秀タッグトースポが決めるあれを取ったんじゃなかったでしたっけね。さあ10分、まもなく11分というところ、今石川がザックのバックを取ったんですけども、簡単に着地されてた感じがありますね。あ、これはいいですね、諏訪間と吉達。吉達のこのチョップが決まれば、わあ、ローリングラリアットの方が先に決まってしまいましたね。これは気持ちいいですよね。さあ組んで吉達が青コーナーの方に連れていく。ここでまだ余裕があるということは、おお、バックを取ってフルネルソンドラゴンに行こうとしたんですけども、これを吉達がかわす。その吉達のニールキックを諏訪間がかわして、垂直落下のベルバスター、これはどうでしょう。ザック慌ててカットに入りますが、まだまあまあね、大丈夫なんでしょうけど、吉達はちょっとダメージが、これはどう、ラストライドは決まらない。石川がカット行かずとも大丈夫というところでしょうか。諏訪間の大技が出るんですけども、吉達がなんとかこれをクリアしていっているというところでしょうか。さあ逆にこうと諏訪間が吉達を赤コーナーに連れてきます。さあ
もう個人的には実況をしておりますが、自分が、あ、そうですね、赤コーナーの石川すわむ組は、私オーナーであるマスクの西岡がエントリーしたチームです。3つエントリーした中の1つですので、当然これは公正な実況じゃなく応援をしつつになってもしょうがないんです。はい。ただね、吉立ザッコミ組はちょっとやっぱりね強いんですよね。おお、石川がザックに大技を決めて、これで多分ザックは動きが失礼鈍くなるということは、吉達を攻めれればというところなんですけども、この吉達がなんか小肉たらしいぐらいうまい、うまいですよね。これでどうだ、うおー膝切りからのカバー、ザックの動きが速い、うわーカウント 2.9 で返した。さあ石川としては、おーいいぞこの2プラトン合体のパワーボム。さあ石川頑張れ。さあ走ってドロップキックか、おー正面飛び、ミサイルキックで、あーしかしここがうまい、吉立腹立つぐらいうまい。ちくしょう、誰だこれ作ったのは、本当に。さあザックと石川、これでザックが、まあ試合時間まだ18分。さあザックとしては関節技で締め上げればいつでもギブアップは取れる状態になりそうですね。ああ、でもそのザックを石川が捉えますが、その前のスワマのバックドロップがかなり効いてるでしょうね。いやー石川がここで捕まる、スワマがカットに入れない、まだ大丈夫。さあこれを、おお膝蹴りでスワマがザックを捕まえることができない。さあ石川はどうなる、捕まえれない。あーザックもうまいな。おここで飛びついて決める、ギブアップはないでしょうが、スワマがカット、いやーこれだけカット慌てていってる状態がまずですね。そして捕まってしまう。さあ20分が経過、残り試合10分。でも2人とも倒れてる時間が長いな。こうなったらもう大技構成しかないんですけどね、ザック石川組、ザックじゃない石川スワマ組としては。さあ丸め込んだぞ、おお吉達がカット、そしてスワマとバックの取り合いはスワマが負ける。さあ石川が逆エビ固め反ってるぞ、しかしギブアップしない。そうなんですよね、そう簡単には脇固めスワマが出てこれない。さあ石川ローンバトルになるぞ。これはちょっと腕伸びたか、今ので伸びましたね腕が。さあ丸め込む、いや抑え込むですねこれはね。うわー吉達うまいな、ちくしょう。ここで石川を倒しておいてザックが決める、そういう連携が決まりそうですね。いやーそう簡単に、そう簡単に石川も沈まない。さあザックが場外に落ちました。スワマ頑張れ急げ、よし。さあ、あーいやー両方捕まる、いやリングと場外と両方ともやられる。さあこれでスワマが救援に行けない、カットに行けないところで決めてきやがる、やめてー、あーちくしょう。今のはもうまんまとやられましたね。あーくそ強えな。いや参りました。はい、試合時間23分12秒、オリエンテーリングウィズナパームです。いつまでも覚えられませんが、ザックセイバージュニアが石川修司からギブアップを奪った試合でした。
試合評価は 93%。 お見事、参りました。はい、では次の試合に行きましょう。本日最後の試合ですね、吉田つむと組と橋本真也、橋本大地組ですね。では参りましょう。吉田つが10点、橋本組が15点の対戦です。では参りましょう。ちょっと黙りますね。まあ、先ほどちょっと言ってた、最初に言いましたっけ、あの橋本小川戦の 1.4 証言という本が出て発売されて、まだまも12月の今17日で、何日だったかな、なんか数日前ぐらいに発売だったと思うんですけどね。 Amazon のあのレビューをまあ見ていると、星は数が多いんですけども、コメントでは UWF の証言の出た後すぐだから、ちょっとこう急ぎで出し、お急ぎでそれは売れるって分かってるからせかされて出した、ようなイメージをお持ちの方が多いとかっていうコメントがあったり、あとは小川の証言が入ってないんですって。例えば佐山さんとか山ちゃんとか、あ、山崎和夫さんとか、ゴルド、あの時小川の方に用心棒としてついていた、ジェラル・ゴルドですねの証言なんかも書かれているそうです。まあ、だからあの UWF の証言シリーズと同じ手法で、あの時のことについて、いろんなレスラーに話をずっと聞いていくと、関係者ですねに話を聞いていくという体みたいですけどね。まあもう橋本真也は亡くなっていますから、当事者として語れるのはもう小川だけ。その小川がなんて、猪木は語ってないでしょうね。でもね、そしたらね、猪木が多分絶対の黒幕ですから、猪木もインタビュー答えてるのか、そしたらちょっと読みたくなりますね。まあということで、まあ、そういう本が、出てますという橋本つながりで話してみました。あまり広がらない、これを買って読んでたらね、ペラペラ喋れるんでしょうけど、いやペラペラは嘘です。はい、B ブロックの方、吉田つ組が、吉田つむと組が10点、2勝3敗の状態です。で、橋本大地組が、15点、3勝1敗です。つまり橋本大地組はまだこれが、5戦目、吉田つむと組は、6戦目という状況です。この B ブロックは、フォーガーハンセン組が20点、あ、アニマルエース組が今日勝って、25点で単独トップになってますので、橋本大地組がここで、勝てばホーガンハンセン組に並ぶということですね。1敗を守る、橋本ですね。で、吉田つ武藤組はここで負けると決勝トーナメントへの道が閉ざされると。もう早くも3敗、まあ2勝3敗やか悪くはないんですけどね、他でもそれぐらいのチームがありますので悪くはないんですけども、ちょっと厳しくなるというところですね。橋本親子タッグが好調だと。まあ橋本の遺伝子だけじゃなく、闘魂さん、あ、そう考えたら闘魂三重師である武藤のシャイニングウィザードを、使用許可をもらった橋本大地と本家本元であるその武藤刑事が戦っているという図式ですね今ね。
そうか、そう考えたら、闘魂三銃士対決でもあるという、そういうストーリーでいくと吉達だけが蚊帳の外、そういう意味ですよ別に深い意味はないのでね怒らないように。さあというわけで試合の方に集中。さあなんとか橋本大地が武藤についていっているという状況でしょうかね。ロープに投げて、おお、キッチンシンク、キッチンシンク、10分経過。さあ10分経過とともにお互いタッチ。さあここで、おお、武藤と橋本が一瞬見られるという感じですか。おお、橋本大地が吉達に、打撃で打ち勝つという感じですかね。まあ、そう考えると、武藤は実は蹴り技が得意なんですね。これはね、武藤敬司を再現するときにいろいろ悩んだんですけども、吉達が使うようなミドルキック、吉達や橋本大地が使うような、ミドルキックは武藤はもちろん使わないんですけど、組んでからのシャイニングウィザードって、蹴りのダメージが当然パラメーターが関係してきますから、だからそれだったらそのパラメーターを高くしておいて、円錐への蹴りとかそういう蹴り技をいくつか武藤には持たせてるんですね。で当然、闘魂三銃士ですから、そこそこパラメーターはそこそこ強くしないといけないっていう使命があったのでね、そうした覚えがある。そう考えたらこの4人の共通点は蹴り技なのかもしれません。わあ、でも今のいいな、ツバメ返しですね、カサギリ、ローリング式のカサギリ。橋本はね、なんか僕のイメージでは、もちろん先ほど言った武藤と同じように闘魂三銃士として強くしないといけないと思ったんですけども、シングルで戦うとそんなにめちゃめちゃ強いキャラではなかったと僕は思ってるんですよね。それがこのタッグになったらこの活躍ですから、わからないもんですね。さあ4の字固めで大地を捕まえますが、試合権利があるのは深夜と橋本と吉達。さあ吉達がタッチ。さあこれで闘魂三銃士対決となりましたね、武藤と橋本。吉達がそこに水を差す。さあ STF リングの中央、大地が動いてカット、いやその前に自分でというかカットが外れましたね。このカットが外れるっていうのももう別になんていうんですかね、もうほったらかしにしてるんですかね、なんか修正する気はない。このカットが外れるのはコンピューター、ロジック対戦の時のコンピューター同士の対戦のコンピューターのレベルが8以上8、9、10の3つだけだったと思うんですけども、で動くんですよね、じりじり と、ロープブレイクするために一番近いところに、動いていくということをするんですね。これレベルコンピューターレベル5だとしないです、この動きはね。でその動くことによって、その X 軸というんですか、 Y 軸というかがずれるんでしょうね。だからカットしても、ダメージ判定がないということになるんでしょうね。さあ試合時間17分経過、武藤が橋本の足を攻めていってますが、さあバックを取ったのは橋本よりも、お、これはラウンディングボディープレスが決まる。大地は父を救えるのか、間に合った。さあ今度は橋本、お父さんが頑張りたいところですが、うわ再びこれはカット間に合わないぞ、どうだ、うおお、あそうか、まあリングの下の方だと。さあ逆に橋本の得意技三角締め、吉達は大地が抑えた。
吉達がちょっと動けなくなってきてるか。この場所だと、いや4の字固めだら、もう先ほどから吉達と、おお、クロス、クロスでもうお父さん、お父さん同士じゃないな、別に吉達、吉達のお父さんでもないから、闘魂三重士の2人に勝敗は委ねられたというところではないでしょうか。吉達を蹴散らして大地にタッチ。さあ大地が仕留めることができるか。20分経過の声とともにお互いがちょっと動きが鈍い。垂直落下式はいけない。武藤がドラゴンスープレックス、ブレイクがかかります。ショルダーアンブリーカーで倒しておいて、あー吉達がいいキック、今のハイキックは素晴らしい。ハイキックでカット、なんという無茶苦茶なことをする。大地が捕まる、父がカット、届かない、吉達に誤爆。さあ毛下げりチョップ、吉達を、わあ、今のでもエルボーだったんですね。吉達に空振りしたかと思ったら武藤にジャンピングエルボーを決めたみたいです。さあ4の字固め、大地どうだ、これ捕まるか。深夜が踊るが当たらない。さあここで勝ったのは吉達、大地はもう父の手は借りれないけども、武藤がそれを飲み込むかのように STF、 いや大地も耐える。試合時間は22分が経過。フィッシャーマン DDT で吉達を黙らせておいて武藤に STF だが、武藤も意地でギブアップはしない。そりゃまあそうでしょうね、自分の子供と同じぐらいのやつに負けるわけにいかない。さあ大地が STF、 蝶野の技で、ここにいない蝶野の技で攻めますが、これを吉達がカット。武藤が粘るというところですね。吉達はもう完全に橋本にやられて多分帰ってこれなくなってるでしょうね。さあブレンバスターで、お、大地が走って珍しくトペが決まる、素晴らしい。さあ父の前で大技を決めますが、この場外戦がどうなるか。うおー、場外で小川との連携が決まる。試合権利があるのは大地と武藤。さあ大地が武藤を捉えて、吉達はもうこれ動けないでしょうね。いやドラゴン、しかし橋本真也がカット、腕ひぎ、これは大きいですよ。吉達は入ってこれない状況、これは赤コーナーは大チャンス。武藤もタッチに行けないでしょうが、これです、こういう技ですね。蹴り技といったのはこういうことですね。さあこれをどう、このチャンスを生かすことができるのか。大地がエルボーでバックは取れない、もう一発、一度でダメならなんですけども、小村ツイストで、よー、25分経過。武藤を仕留めきれない、それをどうするのか。再び STF、 もう何度目でしょう。おー決めたー、大地が決めたー。いやー、吉達がまあ、しょうがないですよね、これはね。武藤のローンバトルというのが、はい、いやー、最後息子に花を持たすという展開でもありましたかね。試合時間25分54秒、 STF により橋本大地が武藤敬司からギブアップを奪った試合でした。はい、というわけで本日も、5試合終わりましたので元に戻りますが、この点数は嘘なので、一旦カットしてお手製の点数表を見てまいりましょう。一旦カットします。はい、というわけで最後は点数表を見てお別れしましょう。 A ブロックの方は今日行われたのがザック吉達組と石川砂間組で、ザック吉達組が勝ち、これで25点で佐々木西岡組に並んだと。全く星数も一緒ですよね。5勝1敗同士ということですね。佐々木西岡組とザック吉達組は戦ってますので、そういう意味で言うと佐々木西岡組の方がちょっと有利なのかなと。この2チームが、
決勝トーナメントへの切符を手にするか、それをタイガー丸藤組が、残り3試合ありますのでどう防いでいくかということになりますかね。はい、では次 B ブロックを見ます。ちょっとずらしますね。はい、 B ブロックの方がこのようになっています。今日あったのが2試合で、前田アンドレ組が、アニマルエース組に負けるということで、あと吉達武藤組が、橋本大地組に負けるということですね。点数でいくとアニマルエース組が無敗を守り25点で単独トップ、橋本大地組が20点で、2位に上がってきたと。ホーガンハンセン組も、20点ですから、これは星取りの数が一緒なんですよね。この3チームに、絞られてきて、前田アンドレ組が2敗するというところが大きいですかね。はい、では、C ブロックの方に行きます。C ブロックの方は今日あったのがタイガーキッド組が、忍びベイリー組に負けて2敗目を喫すると。かなり痛いですね。これで忍びベイリー組は20点でブッチャー新組に並んで、トップですが、残り、試合数とかも見てもまだここは全然わからないですね。15点のチームが、1,2,3 まだ4つあるということになります。かなり混沌と、してきているということですね。では最後 D ブロックの方に移りましょう。D ブロックの方は今日あったのがカレリン・オブライト人生ハヤブサ組、人生ハヤブサ組が初白星を挙げて5点、トップは相変わらずババアンドレ組、次が、丸藤、三沢丸藤組ですね。ここは変わらずと。はい、ということです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。このまま残り2週間ほど、ぶっちぎってやっていきたいと思いますので、またよかったらお願いします。よかったらチャンネル登録していただけると大変助かります。350名を超えて、この350でちょうどでね、誰かが辞めちゃうとまた戻っちゃうんで、すごいヒヤヒヤしてます。よかったらお願いします。めちゃめちゃ励みになりますのでお願いします。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はこの辺で終わりです。ではまた。